山寺。うちの地方に昔あったという言い伝え。中学校で剣道部だったんだけど、夏休みの合宿で町のお寺を借りて泊まった時、50代の住職が寝る前に本堂に部員を集めて話をしてくれた。昔々、村の百姓は普段は山に入ることはあまりなくて、炭や木の細工、獣肉なんかは、必要があれば山に住んでいるものから野菜なんかとの交換で手に入れていた。もっとも、焚き付けは薪と杉の葉で間に合うし、木製の農具なんかは村でも作っていた。塗り物の椀なんかは行商から買ってて、ほとんど必要もなかったらしい。それでも、山菜やキノコなんかを取りに行くことはある。その場合でも何人かで連れ立って行くようにして、しかも踏み跡が道になっているところからは離れないようにしていたらしい。そうしないで道に迷ってしまうと、山寺に行き着いてしまうことがあるから。この山寺というのは、普段からそこにあるわけではなくて、道に迷った人の前に大きな山門が忽然と現れるという。山門をくぐっていくと、境内から寺の前に出て、表の戸が開け放たれている。入ってみるとろうそくが灯っていて、線香もけぶっているのに人の気配がない。いくら呼んでも誰も出てこない。元の道に戻るには、本堂のお釈迦様の像の後ろに地下に通じる穴があって、ちょうど善光寺の階段巡りのような感覚で、人一人が通れるくらいの幅。ただし、もともと真っ暗な地下洞窟だけど、必ず目をつぶって歩かなければならないという。どちらかの手で壁に触れながらずっと歩いていくと、ふっと壁の手応えがなくなって、そこで目を開けると、いつの間にか見知った山道に立っている。これ以外の方法では元の道に出ることはできないらしい。山寺の山門に入らなければ、山中でただ迷うばかりで疲労死が待っている。地下洞窟で目をつぶらなければ、どこまでも果てしなく洞窟が続いて、出口にはたどり着けない。今にして思えば、何かのロールプレイングゲームみたいな感じだけど、この話を聞いた当時は、そういうものを知っている人は周りにはいなかったな。それから、最も大切なことなんだけど、絶対に寺のものを持ってきてはいけないこと。欲に駆られて、ほんのちょっとした何かでも持ってきてしまうと、その人は村に戻ることはできるけど、名前をなくしてしまうという。この名前をなくすということが意味がよくわからないんだけど、住職は詳しく説明してはくれなかった。もしかしたら、村の自分の家や何かがなくなってしまう、そういうことかとその時は考えた。でなければ、家族を含めて、村の誰も自分のことを覚えていないとか。奇妙な話なんで、ずっと印象に残っているし、同窓会をやった時には、元の剣道部員の間でこのことが話題に出た。一番不思議なのは、この山寺を出て、村に戻る方法なんかがどうやって分かったのかということ。大学の時に郷土史の本なんかを渡ってみたけど、それらしいものは載っていなかった。住職が中学生を喜ばせようとして作った話というのが一番可能性が高いんだろうが、もうとうになくなってしまっていて、聞くことができないんだな。
竹細工の赤いマリ。これは私が小学生の頃の体験談です。家の近所に一軒の空き家がありました。その家は昔旅館を営んでいた様子で、山奥の長い一本道を登っていくと突然現れるその家は、小学生が誰しも憧れる秘密の隠れ家にはもってこいの場所でした。私は一部の友人たちと学校が終わるとそこに集まって、夕飯時になるまでいろんなことをして遊んでいました。そんなある日、その空き家に出るという話がどこからともなく湧き上がりました。そこの旅館の持ち主が首を吊って自殺した。誰もいないはずの家の窓から和服を着た女が外を眺めていたとか、私たちは仲間外れにされた誰かがそんな噂を流しているんだろうと気にもせず隠れ家を愛用していました。しかし噂は他のクラスの生徒にも広まり、そいつらが秘密の隠れ家を見に来るようになりました。隠れ家に思い入れが深かった私たちは、他の生徒と縄張り争いの喧嘩をよくしていました。ある日、隠れ家にいると他のクラスの生徒たちが空き家に石を投げてきてガラスを割り始めました。なんだあいつら。私たちも必死になってエアガンを撃ったり、部屋のものを投げつけたりして応戦しました。パリン、パリンとガラスが割れる音が空き家に響きます。私は転がっていた竹細工の赤いマリを手に取りました。中に鈴が入っているようで、チリンと音がします。マリを投げつけようとした瞬間、相手が驚いた顔をしています。そんなことは気にせず、マリを投げつけました。狙いがそれて、地面に落ちたマリが転がって、チリンと音を立てた瞬間、ガシャンという音とともに、家中のガラスというガラスがすべて割れてしまいました。私たちも相手もびっくりして空き家から逃げ出しました。一気に山のふもとまで降りると、さっきまで喧嘩していた相手も同じ恐怖を体験した身としてなぜか好感が持てます。私が息も絶え絶え喧嘩相手に話しかけました。さっきびっくりしたよな、ガラスがいっぺんに割れるなんて。おい、やばいって、そいつを話すな。なんだよお前たち。だってお前の後ろに女がいたぞ。どうやら私が赤い丸を投げる瞬間、背後に女が立っていたそうで、赤い丸を投げるのをやめるように私にしがみつこうとしていたらしいです。そしてその場は解散となりましたが、友達の一人が空き家に忘れ物をしたと言い出しました。忘れ物自体は大したものではなく、さっきのこともありますから私は行きたくありませんでした。しかしビビっている姿を見せたくもないので一緒についていくことに。空き家に向かう道のりで私は赤いマリについて話していました。だから、チリンってマリが音を立てた瞬間に窓が割れたんだよ。あたりは薄暗くなってきました。空き家が見えてきたその時です。チリンと鈴の音がします。皆で顔を見合わせます。さっきのマリが転がっているのかと
あたりを見回しました。赤い丸は確かにありました。誰かに踏みつけられてぐしゃぐしゃに潰れて、チリリーン、また鈴の音がします。皆顔色が変わりました。マリの鈴だけが取れてどこかで鳴っているんだよ、誰かがつぶやきます。チリーン、音は空き家の方から聞こえます。チリリーン、音が近づいてきているような気がします。坂道ですから取れた鈴が転がってきているのかなと思っていると、チリリン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 、一箇所ではなく複数の場所から私たちを囲むように鈴の音が鳴り始めました。みんな叫びながら一斉に逃げ出しました。その後誰も空き家には近づこうとはしなくなって、間もなくその家は小学生が泊まるというので取り壊されました。無知。確か今から5年前の夏休み、俺が中学生の頃、実家のすぐ近くにあるお寺で盗難事件が発生した。お寺に2つある宝物庫のうちの1つの中身が盗難にあったらしい。それだけだったらただの盗難事件なのだが、何か様子がおかしかった。うちは代々そこの檀家を務めているのだが、うちも含め檀家や周辺の家の人たちが事件の翌日に集められて、大人たちで何事かを話し合っているようだった。当時俺はガキだったんで、いろいろ大変だなとしか思わず、その時はあまり気にはしていなかった。その数日後、俺や同い年のいとこやその他数人の友達がお寺の裏山でエアガンでサバイバルゲームをしていると、和尚さんが俺たちのところにやってきて、丸々とバツバツ、ちょっと来なさい、話があるからと呼ばれた。丸々が俺でバツバツはいとこ。俺たちはお寺の裏山で大騒ぎしていたのを叱られるんだ、そう思ってビクビクしながら和尚さんについていくと、和尚さんはお寺の本堂に俺たちを入れて、ひとまず座りなさいと俺たちに促した。和尚さんは本当に神妙な顔つきで、俺といとこはこりゃまずいなと縮こまっていると、予想とは裏腹に説教ではなくて別の話をし始めた。和尚さんの話はにわかには信じられず、何か荒唐無稽な話に聞こえたが、とにかく真剣な顔つきで話していたのを覚えてる。その話というのは、和尚さんによると2つある宝物庫のうち1つには確かにお寺に伝わる経典や仏像など価値があるものを収めているのだが、もう1つの宝物庫は、宝物庫とは名前ばかりで別のものを保管しているらしい。その別のものとは、元来お寺や神社には不吉なものをお祓いしてほしい、あるいは引き取ってほしいと頼み込んでくる人が結構どこでもいるとか。しかし普通は気のせいや偶然が重なっただけのものが多く、基本的にそういうものの受け取りは拒否をするか、気休め程度に祈祷をして本人に納得してもらう方法をとっている。しかし、どうしてもと押し付けられてしまう場合、もしくは、
稀に本当に危険なものが持ち込まれるため、その場合は仕方なく引き受けるらしい。そのもう一つの宝物庫には、そういった曰く付きの品々が収められていたとか。これら多くの曰く付きの品々を、時間をかけてお払いするために、その宝物庫は存在していたわけだ。ただし、そうやってお寺に持ち込まれたものは、金銭的な価値があるようなものではなく、ただ単に霊的、あるいは、たたりとして危険なだけなもののため、普通は盗まれるなんてことはない。しかし今回、そういう曰く付きのものが盗まれてしまった。盗まれたものは二つ。そのうちの一つが、俺の一族にゆかりのある品物らしく、その話をしておきたいと呼んだのだという。今回盗難事件にあったのは、要するに曰く付きの品物がある倉庫の方だった。泥棒は警備の厳重な方の宝物庫に価値があるものがあると考えたんだろう。曰く付きの方の宝物庫は、外に出してはいけないものがいくつもあったので、本来の宝物庫よりもずっと施錠などが厳重だったんだ。盗まれてしまった曰く付きの品物二つを説明すると、一つは一振りの日本刀、もう一つは金でできた仏像らしい。俺はなるほど、売れば高そうだなって思った。刀の方は、俺の一族とは無縁なため、説明は大雑把にするが、これは和尚さんの先代が住職を務めていた頃、とある男が、とにかくこれを引き取ってほしい、と持ち込んできたもの。当時の住職は、許可がないと犯罪になってしまうから、と断ったのだが、無理に押し付けられるような形で、その男の人は、刀を置いていってしまったのだという。その刀は和尚さん曰く、専門家ではないから本当の価値はわからないが、相当に古いもので、なぜか銘の部分が削り取られていたらしい。ちなみにこの刀、所持をしていると自分が人を切り殺す夢を何度も見てしまうそうだ。持ち込んだ男の人は、そのうち自分が人殺しをしてしまうのではないかと不安になってしまって持ち込んだとか。ちなみに住職はその話を信用していなかったが、引き取ったその日から、本当に自分が刀で人を切り殺す夢を何度も見るようになってしまった。これは大変だと、曰く付きの方に保管したとか。銃刀法関連は、当時の住職が警察と話し合って、詳しくは知らないけどどうにかなって、今までお寺に保管されていたらしい。そしてもう一つの、金でできた仏像。これが俺の一族に関係するものだった。ちなみに仏像と呼んでいるが、実際は和尚さんが言うには、今までこんな形の仏像は見たことがなく、便宜上形が似ているため、そう呼ばれていただけ、ということで、厳密には仏像ではない。この像は、今から150年近く前、俺のご先祖が地元で起きた大洪水の翌日、土石流の片付け中に、泥と瓦礫の山の中から見つけた品物。金でできていることや、見た目が仏像に似ていることから、何かありがたいものであろうということで持ち帰って、そのまま家の仏間に飾っていた。和尚さんが言うには、洪水で山の上の方から流れてきたのではないか、とのこと。ただし、俺の地域はもともと山深い場所で、俺が住んでいた地域より上に村などはない。その像を持ち帰ってから数日後、あちこちで異変が起き始めた。はじめは、
家で飼っている家畜が謎の病気で死に始めた。それはご先祖様の家だけではなく、周辺の家々でも起き始めた。さらにしばらくすると、子沢山だったご先祖様の家の子供が次々と死に始め、10人いた子供が、たった半年の間に3人にまで減ってしまった。当初は疫病かと思われ、村で様々な対策がされたらしいが、何一つ効果がなかった。ご先祖様の家以外の子供が死に始めた頃、その金の像に、ある異変が起きていることに気がついた。拾ってきた当初、その像は無表情に近い顔をしていて、感情を読み取れるようなものは何もなかった。しかし、ふとご先祖様が像を見てみると、明らかにニヤニヤという感じの、薄気味悪い笑い顔に表情が変わっていたとか。さらに不気味なことに、像の足元あたりから上の方に、まるで血管のような赤い線がいくつも伸び始めてきていて、当初は気のせいだと見なかったことにしていたご先祖様だが、その血管のようなものが人が死ぬたびにどんどん上の方に上がっていくのを見て、これはもう手に負えないと当時のお寺の住職に持ち込んだらしい。金でできていたから手放すのが惜しかったというのもあるんだろう。当時の住職は象の噂は聞いてはいたが、一度も見たことはなく、その日初めて象を見たらしい。一目見てこれは危険なものだと感づいた。象が何のために作られて、どうやってこの村にやってきたかはわからない。しかし相当に危険な呪いのものであることは間違いがなく、このまま放置しておけば、村が全滅しかねないほど危険だったため、当時の住職は、すぐにお祓いの祈祷を始めた。しかし、祈祷を始めてから数時間後、その住職は、両目両耳から血を流し、恐怖に歪んだ表情のまま、亡くなっているのが本堂で発見された。原因は不明。ただし、象が何らかの形で関係していることは間違いなかった。なぜなら、祈祷をする前には腰のあたりまでしかなかった血管のような模様が一気に首のあたりにまで達していたから。それを見た村人たちは、これはもう手に負えないと象をどこかに捨てる計画を立てていたらしい。だが、本山からやってきた住職が、一度にお祓いをするのはおそらく危険すぎて無理だろう。お寺で災いが外に漏れないよう保管し、何代もかけてゆっくりと汚れを浄化するしかない。これは捨てて解決できるようなものではない。そう村人たちを説得して、現在まで少しずつ祈祷で呪いを払いながら、お寺で厳重に保管されてきていた。長くなってしまったが、ここまでが和尚さんが俺たちに話した、盗品に関する曰くの話。和尚さんは続けて、こんな話をし始めた。ここ数年、当時で数年だから、今からだと10年ほど前。お寺や神社の宝物庫への窃盗事件が増えていて、どうも大半が外国人の窃盗団によるものらしい。ここで問題となるのが最初に書いた通り、問題がある品物を便宜上宝物庫と呼ばれている場所に保管しているお寺や神社、それはここ以外にも多数あって、そういった品物がやはりあちこちで盗まれているとか。当時からネットをやっていた俺は、そういった情報を得ていたため、ああ、あの国の窃盗団か、とすぐに分かって、
和尚さんに聞いてみたのだが、曖昧な返事しかしてくれなかった。その代わり、別の話をしてくれた。仮にの話として、もし一連の寺社への窃盗事件が、そういった窃盗団によるものだとすると、いわくつきの品物が次々とその国へ、何の保護措置もしないまま送られ続けていることになる。これは非常に危険な行為で、一つの国に何の措置もしないまま、無秩序にいわくつきの品物が集められたら、一体何が起きるのか想像もできない。普通は、そんな何の利益にもならない、バカなことをする人はいないだろう。和尚さんはそう言ってた。おかしな話だが、呪いの類にも人間関係のような相性があって、人で例えるんだったら、意気投合するものもあれば、性質が合わずに反目し合うものもあるらしい。そういったものが何の規則性もなく、際限なく集められていっているとしたら、おそらくとんでもないことになる。何が起こるのかがわからない。そうとも言ってた。そこで俺は、こう和尚さんに聞いてみた。でも、国外に持ち出されたんだったら、俺たちは安心じゃん。その国に行かなければ害もないんでしょ、と。しかし和尚さんは、そうではない。仮に行かなくとも、これだけ大きく無秩序な呪物の集合の場所、縁石を持っただけでも危ない。縁石が軽い場合や、一時的なものであったとしても、一体どういう影響があるのか全く予想もできない。もしお前たちが縁石を持ちそうになったら、何があってもそこから逃げろ。そう言われた。これが当時、俺が聞かされた話のすべて。ぶっちゃけて言うと、俺はこの話を信じてはいなかった。だがその後いろいろとあって、俺は絶対に、そんな縁石を持たないようにしようと思った。無知というのは、本当に恐ろしい。義理の姉。あまり周囲の人には言えない話なんですけど、こちらだったら聞いていただけるかもしれない。そう思ったんで。とにかく誰かに聞いてもらって、自分の中で整理をつけたいんです。2年前、義理の姉が亡くなりました。口述するように、私が明確に自分の家族だと思っているのは兄しかいません。兄も同様ですので、兄の結婚後、離れて暮らすようになっても、互いに行き来し合っていたこともあって、私と義理の姉とは本当の家族のようになっていました。少なくとも私はそう思っていました。だから新婚だった兄の悲しみはとても深いものでしたが、私も大学を休学するほど落ち込んでしまっていた。そんな状況でした。兄夫妻が暮らしていた実家の私の部屋で、私は義理の姉のことについて考え続け、そして妙なことを思い出したんです。それは子供の頃の記憶でした。忘れたことはなかったんですけど、特に思い出したり、義理の姉と結びつけたりするようなことはなかったようなもの。それはこんなものでした。私と兄は子供の頃、一時期東北の親戚の家に預けられていました。私の家はちょっと環境が複雑で、両親はほとんど日常茶飯事的に姿をくらますという状況でした。
ですから多分、蓄電対策として、手の空いていた親戚のところに放り込まれたのだと思います。今にして思えば、あれ自体不思議な体験でした。多分過疎の村だったと思いますが、何しろ老人しかいないんです。少なくとも子供なんかはおらず、収穫年齢前だった私はともかく、5歳年上の兄までも学校にも行かず、日がな一日、ぶらぶら畑の中の道を歩いていました。親戚の人に意地悪をされた記憶なんかはないんですけど、親切にされたという記憶もなく、はっきり言うと、どこの誰だったかも思い出せない、そんな曖昧な過去なんです。私たちは、大声を出して遊ぶこともはばかられるような、その静かな村で、寂しいねとか言いながら過ごしていました。で、そこで私は、一日だけ、ちょっと不思議な体験をしたんです。不思議とは言っても、この段階では地味な部類になります。老人ばかりのその村の、私たち兄弟だけの遊び場に、若い女の人がやってきたんです。幼児らしく思考能力がなかった私の方は、わーい、お姉さんだ、こんにちは、とか言っていた記憶がありますが、兄はさすがに警戒して、私を引き戻したりしていました。ですが、兄もそのうち慣れてしまったようで、私たちは三人で暗くなるまで遊びました。で、どこが不思議なのかというと、まず次の日から、そのお姉さんには全然会えなかったということ。そして、そこは東北であったにもかかわらず、なぜか女性は関西の言葉を話していたこと。さらにそのお姉さんが時々、私たちに理由もなく謝っていたこと。この最後のことがあったから、私はこの出来事をよく覚えていたんです。遊びの切れ間に、いきなりごめんね、とか言い出すんで、ぎょっとすれば少し怖いわで、そのお姉さんのことを変だなって思っていました。記憶はここまで。で、実家で、義理の姉について考えていたところまで話を戻します。ものすごく悲しかったから、多分そのせいもあるんでしょうけど、記憶の中のその女性と義理の姉が、私には同一人物としか思えなくなったんです。顔も似ていたような気がするし、姉も関西の人でした。飛躍しすぎだと、突っ込みを入れつつも思考は止まりません。そしてもう一つ、小さなことを思い出しました。兄と結婚する前、あの兄のどこが良かったの?みたいなことを尋ねたら、義理の姉は、兄にものすごい勢いで口説かれて、そのまま流された、と笑って答えたのです。正直、にわかには信じがたい話でした。先ほどお話ししたような家庭の事情が原因だと思うんですけど、兄は人間不信なところがあります。大人になってからも兄は、顔も頭も決して悪くはないのに怖い人で通っており、家族以外にフレンドリーにしているところなんか見たこともありませんでした。以上のような事情を話しつつ、義理の姉からより話を聞くと、前に会ったことがないかとしつこく言ってきたというのです。単にものすごく義理の姉が好みだった、そういう可能性もありますけど、どうしても兄を知っている私にとって、彼が人を口説いたりする様を想像することができないんです。本当に兄は義理の姉と以前に会っている、そう考えた方が自然なんですよ。で、それが子供の頃にあった
あのお姉さんじゃないだろうかと。その時は盛り上がりましたが、やがて2、3ヶ月経って、どうにか立ち直って生きてみると、どう考えても違うように思えてきました。兄もとりあえず外見は大丈夫そうになってきていたし、私もバイトがあったんで、大学近くのアパートに戻ることにしました。それで2年が普通に過ぎて、ついこの間のことです。今年のゴールデンウィークに私は兄と会って、多分初めて姉が死んだ時の話を兄の口から聞きました。姉の死因は交通事故です。病院に運び込まれて、手術前に兄と話した時、義理の姉は、先に死んじゃうなんて、私に申し訳ないとか、ちゃんと謝りたい、みたいなことを言ってくれていたそうです。家庭に恵まれなかった私のことを、姉はいつも気にかけてくれていました。それで私は、子供の頃会った、あの女の人のことをまた思い出したんです。姉は優しい人だから、幼少時見捨てられた子供だった私たちのことを最後まで気にかけて尋ねてくれたのではないか。そして、謝ってくれたのではないだろうか、そう思ったわけです。なんだかすっきりと整理がついたような口調ですが、本当はそうでもなく、可能性が増えてしまっただけに結構混乱しています。兄に、昔のあの女性は義理の姉だと思っているか、そんな話はさすがにできないし、友人たちにするには家庭の事情を話さなければならない部分も多いからためらわれるんです。でも私の中でちょっと整理がつきました。不思議だなっていう体験です。ふか。 A と旅行に行ったのは3月の終わり近くだった。新学期になる前に行ってしまおうと言うんで無理して予定を組んだんだ。あんまり観光地らしいところは行きたくないな、などというもんだから、町から少し離れた、遠い山あいの宿になった。宿のそばには川が流れて、その川を下っていくと町に出る。とはいえ、町に出て何があるというわけでもないので、俺たちはブラブラしたり、温泉を探したりして、一日を潰した。山あいの日は傾くのが早いのか、すでに道も空も赤々と燃え立つようだった。俺たちは川べりを歩いて、橋の上から赤錆色の川を眺めていた。おい、あれは。A が規制を上げて指を指したんで、俺は釣られて川上を見た。なんだ？箱？船？それは、四角い箱のようなものに乗せられた2体の人形だった。俺は川べりに向かい、その船を迎え入れるようにして手を伸ばした瞬間、バカ、触るな！と、怒号とともに引きずり倒された。何しやがるんだよ、クソ。濡れちまったじゃないか。冗談じゃないぞ、バカ。何考えてるんだ、お前は。A は胸を大きく上下させる。その顔は青かった。なんだよ、どうしたんだ。今日は何日だ。は？今日？27じゃないか？ A は逆算するように指を折ると、
はっとして顔を上げた。いい、やっぱり、徴用だ。俺は彼の動揺をよそぎ、川に目を落とした。人形の船は、ゆるゆると川を下っていった。あれが、どうかしたのか？何？どう？どうもこうもあるか。ちょっと息を止めてから、ゆっくりと吐いて。ああ、あれは、やばいっつんだよ。と言って、さっさと背を向けて歩いていく。俺はそれを追いかけながら問いかけたが、かんばしい答えは返ってこなかった。あ、かわいい。はしゃいだ女の声だった。A は跳ねるように振り返ると凍りついた。カップルがその船を抱えて、ニコニコと笑っていた。固まった俺たちの気も知らないで、二人は笑って会釈した。やっぱり、日本の心みたいな、風情みたいなのがあるじゃないですか。などと、自称日本好きの二人が、固まりきった俺たちに話しかけてきたが、A は明らかに不快そうな顔をしていたんで、代わりに俺が受け答えをした。二人とも、宿一緒じゃないですか。と男が言った。A はますます不快そうな顔をした。宿に着いた後も、A はしかめっ面のままだった。お前、本当にどうしたんだよ。あ、ああ、話は、な、帰りにしてやるよ。今は言いたくない。それより飯だ。飯食おう。椅子をバンと叩いて立ち上がると、食堂まで駆けるように歩いていった。出された夕食は大したものではなかったが、なぜかイナゴという下手物が入ってた。俺はこれ食えないな。いいじゃねえかよ。腹に入りゃ。と話していると。あ、という声。なんだと思って振り向くと、さっきのバカップルが立ってた。ニコニコと、俺たちの横に席を取ると、ベラベラと喋りながら、次々料理を口に運んだ。イナゴも平気そうに口に運んで、なぜかその時、その様がえらくゆっくりと見えた。そのイナゴは、腹が白かった。白ごまのようなものが添えてあって。うっと、A がえずいて席を立った。俺もそれを追って席を立って、彼を介抱しながら部屋に向かった。おい、お前、あれ見たか？あれって、あの白いやつか？ありゃ、卵だ。イナゴの腹についている、びっしりとくっついていたのは。違う。お前見えていなかったんだな。あいつらの料理、どれもこれも、表が真っ白だったじゃねえか。皿の上一面、卵で覆われてたじゃないかよ。部屋に着くと、彼は青い顔で倒れ込んだ。なあ、そろそろ教えちゃくれないか？うん、ああ。今日はひな祭りだ。え？上司だったんだな。くそ、忘れてた。
何言ってんだよ。三日はもう過ぎてるぜ。陰暦の三日だよ。今日は。朝陽ってのは、月と日が重なる日のこと。特に奇数月。でも、ひな祭りって言ったって、別に船で流しゃしないだろ？流すんだよ。なんで？いいか。ひな祭りは、女の子が人形を飾る祭りじゃないんだ。祭りというのは、神を祭り。人形は形代、よりましだ。しかも春の節句。季節の変わり目。汚れを払って、新しい春を迎えなければならない。だから人形に汚れを移して、荒ぶる魂を流して、和の魂を呼び込む。あの人形は、そういう人形なんだよ。つまり？鬼ごっこと一緒。人形にタッチして災いを移して、異界に流す。村の外に出たら、もう帰ってこないからな。つまりあの人形に触ると、そいつが鬼になっちゃうんだよ。災いが移されるんだ。普段この地方ではやらないようだからな。よっぽど流さなければならない災いがあったんだろう。じゃあ、あのカップルは？さあな。教会を越えたらどうなることやら。で、翌朝、彼らと帰りのバスで鉢合わせた A は、瞳目して固まって、俺に耳打ちをした。あのバカップル、顔あるか？ちらっと見ると、確かに顔はあるが、どことなく知らんでいて、ぼやけているような気がする。真っ白だ。え？見えねえ。冗談じゃねえよ。A にはカップルの顔は見えていないらしい。俺にはよくわからなかった。俺たちに気がついたカップルは会釈をして、バスに乗り込んでいった。俺たちは彼らの後ろの席に座った。ひ、ふ、み、よ、い、む、なな、や、ここの、たり。と数えながら、A は1から10までをピラミッド状に書いて、その紙をポケットに入れた。バスは静かに山道を下っていって、俺たちはいつの間にか町に入り、外れまで出ようとしていた。突然 A が、俺の腕を引いて立ち上がって、降車のボタンを押す。せわしなく動きながら、早くしろと合図をするんで、俺はどかどかとバスを降りた。なんだよもう。帰りやがった。A はポケットに手を突っ込んで、行こうとしているバスを見つめた。帰る？何が？境目を越えたんだ。あの卵、長いのを返しやがった。だから何が？卵だよ、卵。顔が見えねえつったろうが。奴ら顔一面に、びっしりと白い卵が植え付けられてた。それがお前一斉にな。顔から動く毛が生えたみたいに一斉に長いのが帰りやがった。まさか。と、俺がバスに目をやると、バスが動き出し、ちらりとその女の顔が寝返りを打った。顔は腫れ上がって真っ赤だった。小さいニキビのようなものが隙間なくプツプツと湧いていた。俺たちは行くバスを見送って立ち尽くしていた。
山賊。10年前、俺が前の会社で測量士をやっていた時のこと。携帯電話の普及で、携帯のアンテナを立てるための測量を下請けしていたんだけど、予定地が村里の中。他の案件の納品の締め切りもあって、急遽俺一人で現地に向かうことになった。と言っても山奥でもなく、地方都市に付属した一地域の集落の中の山だった。不安になる点は、そのあたりは国土調査を業者が役所ぐるみでアンポンタンやったらしくて、地籍測量図も構図も何もかもが信用できない。構図なんか無理やり巻物の旧構図を写したらしく、全く現地には一致していなかったが、まあ大体の当たりはついており、携帯会社の方からも現地の写真で山のあの頂きということは分かった。問題は、そこに行く道が全然分からないことと、地主は東京に住んでいて地元もよく分からないということ。だから現地住民との話が全く進んでいないようだった。構図をよく見てみると、南北500メートル、東西300メートルの規模の小さな山で、標高も50メートル程度。確かに携帯の中継地には適していそうな山で、工事用の道路の確保も簡単にできそうだった。構図と登記簿からは、すべての地盤で同じ人が所有者になって、地主は一人のみ。他に、山道が交差して走っていることが分かった。その山のふもとにある民家に登る道を聞いたところ、一様に道はないとか、あっても大正の頃の学校に向かう道の話で要領を得ない。何十年も山に入る人がいないから分からないということだった。仕方がないので、構図を睨んで、山道が始まっていそうなところに目星をつけ、山裾に入ると、わずかに道らしきものの残骸、まあ、獣道の方がましそうな感じの跡を見つけて、そこを登ると構図通りに田んぼの跡地が広がっていた。この道に間違いがないだろうということで、一旦作業車に戻って、なた、見出しテープ、GPS 測量用にプラスチックの杭を数本、石のハンマーなどで重装備をして、見つけた山道を切り開きながら登り始めた。誰も登ったことがない山ということだったが、わずかに使われているような感じの山道。ツタさえ払ってやれば問題なく登れそうである。30メートルほど登ったところ、何か腐ったような匂いが漂ってくる。空気全体が腐臭を含んでいるかのように。元はどこだ？何が腐ってるんだ？そう思いつつ進んでいくと、笹だらけの糊面に祠が埋められており、強烈な腐臭が笹が入るのを拒むがごとく、祠の前だけが開けている。祠の正面は開いており、黒く変色したような感じの犬のミイラが、こちらを睨むかのように座っていた。それはまるで、前を通る者を見張っているような感じだった。この段階で、何かやばいと感じたんだが、怖いからダメというのも容認できるわけもなく、構図に当たりをつけて、犬と書き込み、山道をそのまま登る。人の手が入る杉林と違って、下草や笹が伸びており、視界が悪くて場所を見失いそうになる。山では所有者が違うと、植林した木の違いによって植生が変わっていって、土地の境なんか分かったりするもんなんだけど、人が入っていない山というだけあって全く分からない。かれこれ1時間は登ることになって、
あれ、距離的におかしくないかと思った。遭難したかとも思ったけど、場所場所に見出しテープを結んで、伐採した跡が後ろにちゃんとあるから戻るのは簡単。時間がかかっているのは伐採をしているせいだと考えて先を急いだ。すると突然、横道が繋がって十字路になった。構図上にも十字路があるから、これがここの場所かと図面とにらめっこをしていると、子供の笑い声と歌のようなものが聞こえてきた。地元の子供がいるのかなと思ったんだが、現地の人も入らない山。というか、子供にはとても入れないような荒れ具合。ぞっと一気に冷や汗が。引き返そうと振り返ると、来た道の方の糊面の上に気配がします。そちらに気を取られていると、十字路の方から。おっさん、誰じゃ?と、声をかけられた。ビクッとした次の瞬間、気配があったところから、昔の百姓のような格好の男が、ナタを片手に、ぬがっと飛び出してきた。男はナタで、いつの間にか見晴らしが良くなっている道にいた、昔の格好の子供たちに切りかかって、一人が血まみれで倒れ、他の子たちは泣きながら、鬼や、鬼や、と逃げていく。予想外の展開で身動きできずにいると、ナタの男が何かを叫びながら、こちらに切りつけてきた。とっさに持っていたナタ釜を突き出すと、そのナタ釜を跳ね飛ばされました。やべえ、やべえって。パニックに陥って、走って逃げようとすると、すぐ後ろを笑いながら、ナタで切りかかってきているのが分かった。ふと気がつくと完全に山の中。ナタ釜はなく、どこをどう来たかも分からない。リュックに水筒などを入れていたんで、水分を補給して一心地つく。何があったのか整理もつかないまま、現時点がどこかを確認しようとすると、そばに頂きがあるようでしたので、そちらに向かいます。道からそれほど外れているわけではないので、高いところなら見えるかと思ったから。やはり着いたところは、鉄塔の建設予定地である山のささやかな頂でした。下には長道が見えて、さっきのは幻覚なんだと言い聞かせ、測量用の杭を設置しようとすると、藪の端に供養塔みたいなもの、それがいくつも、十基くらい目につきました。苔むしている上に昔の字は読めません。ただ、ひときわ大きい石碑に書かれていたのが、アシュラを意味するカンマーンという文字だったことを覚えてる。どうする?ここにするのか?と思っていると、誰かに見られているような気配がしんしんと、殺気に満ちた、恨む、恨むぞっていう感じで、いくつもの視線を感じ始めました。もうダメだ。俺はやめるぞ。そう決心したものの道がわからず、わかってもさっきの男のところには戻りたくない。どうする?長道の方は崖になっていて、道まで降りることは難しい。つまり来た道を戻るしかない。するとその崖下から、そこに誰かいるのかと推挙された。ビビって、はい、測量のものです。話はつけてあるんですけど、
しどろもどろに言うと、いいから降りてこい、はしごをかけてやるからと言われて、頂から崖に沿って横に降りていって、完全に崖となっているところに竹のはしごをかけてもらい、それを降りた。下では恰幅のいい住職が待っていた。とりあえず寺に来いというので、そのまま連れて行かれた。ここからは住職に聞いた話だ。あの山一帯は江戸末期の旧道に面していて、盗っ人や山賊が住み着いていたそうだ。当初は旅人のみを襲っていたんで、村人からは黙認されていたが、女癖の悪い奴が村の女を襲い始めたんで、村の男たちが酒を持ち込んで、山賊を酔わせたところで犬をけしかけ、一味十名近くをなぶり殺しにしたそうだ。その現場が、見張り場所に最適なさっきの頂きのところ。そこに供養塔を建てたが、それから山の中で怪現象が続く。山のそばの住民は、犬が何かを払うようなので犬を飼い続け、山は事情の知っている地主に所有してもらって、なるべく立ち寄らんようにしていたそうだ。明治になって、尋常小学校が山の向こうにできて、世代が変わったことで怪異現象の恐れが薄れ、通学路を山の中に切り開いた。すると、山中で何者かに襲われる子供が出たため、山道の登り口に祠を建て、山を封じた。という話だった。住職曰く、怪異に襲われて助かった奴は、何がしかの刃物を持っていた、と言われて、持っていたナタを見ていると、山では使っていないのに、斧でも受けたかのように、刃が大きく欠けていた。鉄塔建設の件は、住職から先代の地主に話を通すと言われ、山にはもう入るなと釘を刺された。後日、地主からの連絡で建設予定地はダメになって、別の山を選定した。当日別れる前に、どうして俺がいることが分かったんですかと聞くと、度胸していたところ、犬が現れて山の方に吠えるんで。先代の住職から聞いていた話を思い出して、山に異変があったと思い、助けに行ってみた、とのことだった。退職。うちの会社のとある部署で、稼ぎ頭だった二人が相次いで退職。もともと仲が良かった二人だから、先に辞めた A が、次に辞めた B をそそのかした、と言って、残った同部署の奴らが騒ぐ。まあ、A は難病になって仕事を続けられない。B はアップグレード転職と別の理由だったんだけど、自分たちが仕事を引き継いで、クライアントから A の方が良かったとか言われると、あいつらのせいで、みたいに発狂しまくっていた。まあ、もともとが A と B で持っていたような部署だったから、実力以上の仕事を任されるようになってかわいそうではあった。その後、街中で偶然 B に遭遇した。B は憔悴しきっていた。事情を聞いてみると、かねてから B は A のことが好きで、仕事を辞めてから A に告白して付き合っていたらしいんだけど、A の病状が悪化してもう助からないらしい。最近はほぼ意識がなくて、週一で起きるか起きないかくらいだと。医者からは過労レベルで働き続けたせいだって言われたらしい。もうちょっと早く
病院に行っていたら助かっていたらしいんだけど、ちょうど繁忙期が重なっていたとかもあって、ほぼ放置していたって。この話聞いてから、会社で何も知らずに A と B を叩いている奴らを見ると気分が悪い。でも、もし事情を説明したとしても、付き合っているっていうあたりでまた発狂しそうだし。確かにうちの会社はブラックな上、部署の仲間は無能だから A の仕事多くて。こいつらも立派に原因じゃん、とか思って、すごくモヤモヤした。旦那の元カノ。旦那と知り合った時、旦那には3年ほど付き合った彼女がいた。結婚願望が強くて、当時短大卒を目の前にして、結婚して専業主婦になりたい彼女。旦那はまだ就職1年目で、経済的にも精神的にも、まだ結婚なんか無理、と、彼女の存在が重荷になっていた。しばらくごたごたした後で彼女と別れて、さらにしばらくして私と付き合い出した。その後も彼女の付きまといは続いて、旦那の家の前で鉢合わせしていきなり殴られたこともある。しばらくして彼女に新しい彼氏ができたという話を聞いて、その頃からピタリとストーカーはやんだ。数年後、旦那と結婚が決まった頃から悪夢を見るようになった。なぜかいつも水が出てきて、知らない間に船に乗っていて転覆してしまう夢とか、いきなり地面が水面になって溺れてしまう夢とか。そして結婚式当日の朝、プランナーさんが青い顔をして謝ってきた。預けてあった小物がいつの間にか水浸しになっていて使えないものがあると。見せてもらうと、段ボールの中身だけが濡れていて、外から濡れた様子がない。使えるものは使って、無理そうなものは式場の不手際ということで貸し出してもらった。結婚式そのものは滞りなく終わったんだけど、後日招待していた友人から、トイレで手を洗っていたら、奥から水がポタポタ落ちる音がして、なんだろうと思って覗いたんだけど何もなかったんだ、とか、濡れそぼった女性が歩くのを見たとか、軽い怪談話を聞いた。私自身の悪夢も収まらないんで、友人に紹介してもらった霊能者さんに見てもらったら、元カノの生き霊がついているって言われた。そして彼女が呪いをかけていると。一度話をしようと思って、知り合いに元カノが今何をしているのかを調べてもらったところ、入院中だと。新しくできた彼に捨てられ、拒食症になり、ガリガリに痩せて入院して面会できる状態ではないらしい。結局元カノとは会えないままで、その後うやむやになってしまったんだけど、霊能者さん曰く、彼女の拒食症は、人を恨んだり呪ったりした時、自分に帰ってくる帰りの風というものが吹いたもので、それは自分自身で受け止めるしかない。あと、水に関することが多かったんだけど、これは何なのかと聞くと、それは直接彼女が水に対しての呪いを使ったとかではなくて、私の方の水に対する恐怖心がそういう形になって現れただけ、と言われた。うちは兄を水の事故で亡くしているから
確かに恐怖心があるけど、わかるようなわからないような。あと帰りの風とは具体的に何なのかと聞いたら、人を呪わば穴二つというやつですねって言われた。これもわかるようなわからないような。それに新しい彼を恨むならともかく、なんで私のところに呪いが来たのか、またどうして旦那ではないのかとか疑問が山積みで、オチがない話で申し訳ない。皆様、一週間お疲れ様でした。週末本編をお届けさせていただきました。いかがでしたでしょうか。2月もあと一週間でまた終わりなんですよね。早いですよね。と、なんか時間の流れが早く感じてしまうようになった今日この頃でございます。さあ、ということで皆様からのまたご意見、評価もいただいていきたいなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。まだの方は、チャンネル登録をしていただけますと、今後の励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。ルルナルでございました。See you でございます。